さん、山岡のピッチングご覧ください。初回桑原を三振、ストレート、大和に対してはチェンジアップで三振、素晴らしい立ち上がりです。2回、宮崎の打球をライトロベロが候補します。ライトフライ、ツーアウト後梶谷もファーストゴロと、本当に危なげない立ち上がりでした ね、 そうですね、投球内容はもう完璧に近かったんだけども、最後にちょっとね、そうなんですよね、まあ、3回は相当高城と連続三振、今日結局8つ三振を奪った山岡、ここも大和津高と4回連続三振です。6回は中条三振、ワンアウトの後倉本にヒットを打たれて、これがねベイスターズ初安打だったんですよ ね、 ね、はい、この後大和はショートゴロ、セカンドフォースアウト、6回も0点に抑えます。ただ7回先頭バッター津高に対してフォアボールを与えて、そのフォアボールの後の初球でした、ロペス、これがホームラン、この辺は分かってるはずなのにというところですね、そうですね、まあ、そのボールをロペスが逃しませんでした。ただまあその後大谷相当と打ち取って、まあ、7回2失点というね投球内容ではありました。非常に良かったです ね、 素晴らしいピッチングでした。さあ増井が9回マウンドに上がって、まあ、先頭バッター佐野にヒット打たれるんですが、フォークボールで柴田をレフトフライ、ワンアウトを取ります。その後梶谷をファーストの併殺だ、この辺はさすがというところです ね、はい、そうですね、0点に抑えます。さあベイスターズは飯塚のピッチング、6回失点1の内容なんですが、立ち上がり先頭バッター宗をピッチャーゴロ、吉田正尚はセカンドゴロと、こちらも上々の立ち上がりを見せます。ただ2回ワンアウトの後、このカット系のボールをマレーロにスタンドまで運ばれました。これはもうマレーロが素晴らしかったです ね、そうですね。ただその後中島をセカンドゴロ、岡田を三振に打ち取って、まあ、一発打たれた後しっかりと抑えます。4回は先頭バッター大城がセンター、まあ、これはうまく打ちました、ヒットでした。ワンアウト1塁になって、3番吉田はファーストゴロ、併殺打、ゲッツー、チャンスを生かせません。ただ飯塚がしっかり抑えます。4回ロメロがここはセカンドフライト、まあ、中軸を、ね、4回持ち取ります、ね、はい、6回足立は三振、宗もここはスプリットフォークボールでセカンドゴロに打ち取ります。打たされてるのは、はい、ほとんど変化球なんです ね、 ですよね。だからそこで、はい、あの打者としてイメージがね、なかなかこの湧かなかったんじゃないですかね、はい、そしてこの2人目、3人目ですね、山崎のこのピッチングが素晴らしかった。マレーロ、中島、T 岡田、3者連続三振、もう貫禄のピッチングでしたね。そうですね、ボールがもう本当に低いところに集まってね、はい、ね。